楠木正成は、1330年代初頭、後醍醐天皇の長身、楠木正成の三男として誕生し、南北朝時代に活躍した武将です。南朝総大将として、北朝から京を4度奪還。また、槍を用いた戦術を初めて普及させ、兵端、調略、後詰めといった戦略を重視し、日本の軍事史に大きな影響を与えました。後村上天皇の治世下、和平派を主催し、和平交渉の南朝代表をたびたび担当。後村上天皇とは初め反目するが、後武士でありながら臨時の弁者を務めるなど、無二の長身となりました。しかし、時代、主戦派の長慶天皇との不和から、北朝側に離反。とざまにもかかわらず、左兵衛府、中塚左将等の足利将軍家や、ご一家に匹敵する官位を歴任しました。